な話が、あるいは急な話が、なんでございますか。一番急なのは、うん、まあちょっとこの放送する時期が、いろいろ順番通りにやったわけじゃないんでね、うん、この、いろいろ前後したりするんで、どのタイミングかあれですけど、やっぱり都知事の、自分ですね。僕はだ、ね、前の撮影の時に、ちょうど僕はこの件が始まったばかりの時にね、優秀な方だから、できるだけ早くやめた方がいいですよ。遅くなればなるほど傷ついてしまいますよ、というんですけども、時間かかりすぎたんで、もうマスコミのいい餌食になりましたね。社長、まあ、結果的に、まあ、舛添さんが退くことになりました。そしてもう50何日間ですか、50日間で次の候補を立てなきゃいけないということで、まあ、何人か、まあ、自分がっては言ってませんが出る候補が上がってきてますけど、座長からご覧になるとどうですか。やっぱりまたまみちこじゃないんですけど。なんですか、もうやめてくださいよ。まあ、もともとその急な話のエンタメトークですから、ね、ちょっと真面目っぽく言いましたんで、やっぱエンタメトーク的に言っちゃうと、まあ、いろんな人出てね、桜井翔さんのお父さん。いやー、出てましたね。知らなかったです。無難で、安全に行くんだったら、選択肢としては大いにありだと思います。でも、思い切ってなんか改革とか、なんか、面白さを期待するなら、もっと大阪市長七人の橋本氏ね、まあね、面白いのかなと。例えば自民党に近いということではなくて、安倍さんとかその個人的に近いということなんで、それも結構連携取れるんじゃないかなと。違うところはいっぱいありますが、大筋なところで合ってるところもあるんで、国でもうまくやっていていいんじゃないかな。でもあるいは、例えばトップダウンで東京セールス、僕の今まで足んないなと思ってるのがいっぱいあるんですけど、セールスでは、それよくやったら意外と新思考グラフも頑張りましたね、前にね、まあ、時々こういろんな問題を起こすんですけども、まあ、そういう意味ではいろんな方が出られてね、まだまだで、全ては多分ね、自民党も誰を出すか、例えば小池百合子さんのお話もありますし、誰を出してくるか。でも参院選があるわけですよ。で、民進党も例えばレオンさん出せば勝てるかもしれないという時に、レオンさんが出たら例えば五分の戦いする人はやめとこうと。だったらもう小池百合子さんなしよと。で、参議院の方で、参院の方でやってもらうとか、そういうふうなこともあるんで、なんかやわらちゃんとかいう説まで出てる、だけど蓮舫さんがやっぱり一番要、出るか出ないかってことが一番今回だ、で様相が変わるでしょうね。なかなか力があるんで、ただ僕は蓮舫さんは民進党の国会議員として党の方に、向いた方が、一時的にね、今と東京都が欲しいと思っても、その方が僕は、いいと考えてます。最大12年できますから、はい、ちょっとそれから国政というよりはそっちの方、今国政でずっと行った方がいいのかなと思ってるんですけど、それによって出てくる候補が随分変わっちゃうと思います。はい、私も座長と同じで、橋本さんがいいなと思う一つの理由は、やっぱり大阪で、まあ、思い通りにいかなかったっていう、それで私テレビ見ていてもなんか一回りこう大きくなったっていう感じが橋本さんに対して思うんですね。だから東京と大阪とはまた気質も違うし、まあ、スケールも当然東京の方が大きいわけだけど、なんか若さだったら、まあ、いろんなこと言われても受けて立っていかれるような希望が持てる人かなっていうのはありますね。多くの日本人はそう思ってますんでしょうか。そうでも都民は。あ、まあ賛成もあり反対もありっていう部分もある方だとは思うんですけどね。僕も優秀な方なんで十分土地はやれる。でも今回やれる方が何も出てこないというなっていう感じがします。面白い意見はやっぱり、ちょっと僕は本当は、大阪党を。ちょっと負けてしまったんですが、うん、大阪はもう全く同じ都にすべきだったと思うんで、東京行く集中、これね、橋本さんがあそこで負けたのは、
あの投票で負けたのはね、日本の国益にとってはものすごい損ですね。やはりあの東京一極集中じゃなくて柱となるところはやっぱり、もう一つしっかりとした形でとという形で欲しいなというふうに僕はずっと思ってました。いや例えばね、日本人って少し話飛んじゃうけど、あまりにもこうなんていうと気楽すぎるんですよ、危機に対して。例えばね、今いろんなテロがありますからミサイルも来ます、議員お金がとかセキュリティ入れやすくて議員会館作っちゃいました。じゃあ議員さんが多く泊まってる時調べて一発ボーンで日本の議員が随分一度にいなくなっちゃいますよね。こんな危機管理の甘いことをやってるとは日本なんですよ、ものすごいお金かけて。だったらコストはかかってもバラバラで自宅やバラバラのところにいてもらった方が何かあっても国の、ね、国会議員たち生き残れるじゃないですか。こんなテロとか危ない時代にこんな最もセキュリティの危ないことやってるんですね。それもセキュリティがお金かからないからっていうくだらない名目でね、実はセキュリティ一番危ないですよ。一発ボンで例えば参議院と衆議院とかってやられたら、そのタイミングが悪かったらね、なんか予測できないことが起こるっていうことを予測しませんね、うん、日本はでも予測できることでしょ、今そうです、もうすごく思いますよ。ありえないことではありえないことじゃないですよ、ないですよね。いくらも日本が狙われるっていう、もう私なんか思うに要素いっぱいあると思うんですよね。まあ、なんて言ったって小さくてこんだけ力のある国をもうやっつける、アメリカやね中国との関係を見たって生なかな国じゃないなと思えば、攻撃対象になることいくらでもあると思うんですね。思いますね。だからそういう物理的なものが一般社会的には、うん、今サイバー攻撃が、すごい増えてきまして、とにかくいろんなところで、ね、はい、サイバー攻撃が出てきてます、うん、で個人情報を取ったりしているのもあります、はい、それからまあいろんなですね、いろんな業種、結構絡めの業種に対して、機能を奪うような、攻撃、サイバー攻撃がですね、行われてますね。まあそれぞれが例えばその機関も一生懸命防衛して、一部だけの影響で全体影響出ないとかいろいろやって努力してます。でも攻撃というのはいっぱい来ます。で今最近はお金にしようとしてるんじゃないかと思うんですが、予告した上で攻撃が来る。だけどそれがなかなか止められない。でも、まあ、予告があるんで皆さん努力なさってるんで、相当あらかじめやってあるんで、例えばでもどうしても大量に言えば一部は、いや何かあった時に一番影響ないここの部分はという形で、ある意味そういうところも作ったりしながらやってるという時代なので、サイバーの上ではですね、爆弾とかテロみたいに見えないもんですから、壊れるのは見えない、血も見えないもんだから、普通にもう戦争行われてるんですよ。そういうことです、それからあともう一つは、どう見てもこのお金を要求したりとかいろいろしてるのが一個人だけではなくて、やっぱり相当の組織がやらないとできないなというふうに、ちょっと感じてます。国としてのその防衛手段としてはいろんな国はそういうことを、まあ、すごくやってる中で強い能力を持ってるんですか、防衛するサイバー攻撃を防衛する能力。アメリカですね、はい、日本が持ってるんですか。日本も持ってるんですが、僕はそんなに まだまだだと思います。怖いですね。だってもう今や全部がそのインターネットでいろんなことが行われるから、そこのところでしたら何もかも情報も全部取れなくなる、まあ、難しいんですけど、例えば、関連とか、まあ、知り合いのところも、例えば日本の国だけどそこを海外のところに守ってもらったりもしてるんで、日本でその提供してくれてその元は例えば何とかなるこちらも一緒に影響を受けたりということは逆にね、そういう会社もハッカーの人たち雇って守る側で守るためのビジネスもビジネスになってるわけです。なるほど、ね、
だからまあこういうことはないと思うんですけどね、もしこれが映画だったら、例えば守るための会社が仕事がなかったら分立してハッカーで攻撃して、で守りますよとお金取ったらみたいな、ないとは言えないけど、ね、いや今映画の話出ましたけどまあ B 級の映画なんか見ていて、ちょっと 2,3 年前のっていうのはもうサイバー攻撃と実際のこうね、で最後になったら何のことはない、あの憲法でやったりなんかね、なんだここかみたいなのあるけど、いやこういうことってもう何年も前からあり得るかなと思ってたことが今 あるんだなっていう、映画の世界じゃないんだなって思うことよくあるんですね。まあ、大昔にディズニーがトロンっていう、まあ映画を出したんですね、リメイクされたようですけど、はいはい、まあ、トロンって言うとついつい日本で、作られた OS を OS 冷蔵庫を動かしたりですね、電気窯とかいろんなものやってた、入ってた OS もあるんですけども、あれ家そのもののコントロールするようなね、まあ、そういうその随分前にトロンって映画を作って、その時にやっぱり映画見て初めて、あそうか、バーチャルの世界ってあるけど、バーチャルの世界を利用して、本当に怖いことができるんだなっての、見た時に面白いというよりはそういう感想を覚えたのが、やっぱりもう今はもう完全な現実になってますね。だから大統領を暗殺するためのなんてもたくさん作られてるし、これはアメリカなのかどこなのかっていうことも含めて、ありなんだなっていう、これはなんかなんか空想だけの世界じゃなくなってきてるっていうのすごい感じますね。ジュール・メルドラやコナン・ドイルや、アーサー・シー・クラークとか昔の SF の作家の人たちが、世界がどん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 、現実化されてこのようにありますよね、はいはい、だから、砲弾のロケットがもう現実化、ある意味現実ですからね、はいはい、ですからどん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 こう夢を持てる、はい、ところには来てるんだけど、危険もいっぱい、ね、ただこれだけいろんな危険な核も含めて危険なものを作ったり、温暖化も含めて地球に影響を与えちゃった人間ですから、本当にこれを改善する方法や未来につなげるような形でね、その技術を使っていけば、生き残れたり環境が良くなったり絶対できるはずだなっていうふうには、逆に壊しちゃった人間だから、ここまで壊せるようなのかもないわけですよ。自然の中の出来事で、今まで隕石だとか、いろんな状態でそのいろんなことが起こってきたんですけども、これは逆に人間だから防げるんじゃないかなと、いつも座長の話を伺ってるとか、ちょっと絶望的になってる気持ちに、大丈夫だよ大丈夫だよって言っていただけるっていうので、本当に元気が出るんですけれども、賛否両論はあると思うんですけど、例えば小学生とかそういうのが来た時に、じゃ あそれを方向を変えたり爆発させたりとかいうことが現実には必要になってきますよね、そういう意味では僕は核の技術というのは、持ってる必要がないっていう人でも、持ってる必要があると思います、人類や虫一匹、大変な数の生き物動物がいます。でその中でここまで科学力を持った人類には責任があると思うので、むしろ核なんかは、一つの国の単位で持つんじゃなくて、地球規模で管理されて、持ってて技術を高めていく、ということがちょっと必要なのかな。その管理ですよね、舛添さんの話に戻れば、結局管理、なんていうんですか、仕事のできるっていう部分と管理能力で、管理者はどこまでが私的であり公的でなきゃならないかっていう判断が、いや彼の場合は判断ではなくて、最初からこういう法律の見方をすれば、お金使い抜けられるということで同意やってる。でもね、これはね、僕はこれだけ抜け道のある法律作った議員さんたちはやりやすいように作ったんだと思うんですよ、だからそれはね、しょうがないかなと。いろんなことがありますから、官僚の中の、境界線があれば隣のビルに出かけても出張費がもらえるとか、矛盾っていっぱいいろいろあるんですよ、世の中には。だけどね、なんでしょうね、僕に言わせると、本当に細かいところ、
本当に体制に影響のあるところをからまず順番に直していけばいいじゃないかと。であまりにも管理されて何から何までギチギチの世界になると、これはある意味ちょっとつまらないな。それから今我々は今これが正しいと思ってやってるんですね、いろいろ。だけどもしかしたら、明日になったら新しい情報や新しい知識が入って、いやこっちの方が正しかったということはあるかもしれません。でこれも、今回の松井知事の問題も今までの知識の中で、言ってることですね。でももう全然違うね、とんでもない、いや9月まで任せますなんて密約書でも出てくるからひっくり返っちゃう。いやこれが、今のだ見えてくるところ聞こえてくるところだけじゃない部分が ありますよね。だからこれは松尾さんの今回の問題は、党議会全体、それから、やはり、9月まで、やってたら国益になるなって、事実そうなんだけどそういうことに縛られちゃったり、ハマっちゃってる議員さんや他の党の人がやっぱり、あとは松尾さんに相手で頑張らせてしまった党に、与党にも責任があるんじゃないかな。責任とは何だっていうことのお話じゃなかったと思います、うん、今日の急なお話、また急なお話教えていただきたいと思います。取り留めなくてすみません。どうもありがとうございました。